人が集まっています。先ほどまで国会議員の人たちが来てくれてましたけれども、今回も学者の先生を呼んでおります。渡辺先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。学者の会の呼びかけ人の一人である渡辺修です。よろしくお願いします。今日は皆さんにぜひとも一つお話をしたいことがあってきました。それは一体この憲法に違反する憲法法案、衆議院で強行採決をされましたが、本当に廃案にするにはどうしたらいいのか、本当に廃案にできるのか、この問題について考えてみたいと思います。皆さんの中には怒りでここに結集した、そして同時に少しはこんな衆議院の強行採決で国民の声も聞かないような安倍政権のやり方ではもしかしたら戦争法案強行されるんじゃないか、そういう焦りもあるかもしれません。でもまず第一に言いたいことは、焦っているのは私たちより安倍政権です。安倍政権は私たちの運動の中で2つの大きなミスを犯しました。1つ、お願いします。意外かもしれませんが、国会の会期を8月の初旬に終わらせたいはずだったのに、なんと国会の会期を95日も延長せざるを得なかったこと、これは私たちの戦いの中で6月の4日に憲法の審査会で3人の憲法学者が意見を言ってしまう、こういうようなことの中で国会を8月初旬に閉じるなんてことはとてもできなくなった。だから絶対安全を期すためになんと9月の27日まで延ばさざるを得なかった。それからもう一つ、これも意外かもしれないが、強行採決は本当は彼らもしたくなかった。そんなことをやれば国民がさらにその戦争法案をどう見るか分かっているから、彼らだってやりたくなかった。それをやらないと間に合わない状況を作った。この2つの誤算が安倍内閣を大きく縛っている、私は思います。なぜ8月の初旬に国会を閉じたかったのか、このことが一番の問題です。8月になると、もし国会が開かれていると、戦争法案という大きな罪悪に加えて3つの爆弾が出てきます。一つは何か、8月の中旬に間違いなく仙台原発の再稼働が行われます。安倍は絶対にこの仙台原発の第1号機の再稼働を実現したい。彼の大国を作るために、強い大企業本位の国を作るために、戦争法案と並んで彼がどんなに国民の反対を受けても仙台原発をまず再稼働したい、これが8月の初めにあります。続いて8月の10日過ぎには安倍がこれまた執着している戦後70年についての談話があります。これも安倍は自分の命をかけて発表したい。そこでは戦前の日本の侵略戦争と植民地支配を絶対にお詫びしない、絶対にお詫びしない、それから絶対に謝罪をしない、そうしなければこれから日本の国を支える若者たちがこの国に誇りを持てない、彼は思ってる。バカげたことだ。だけどこの戦争、戦後70年の談話は彼は絶対にだ。しかし大きな反響が中国や韓国だけでなくて、この私たち国民の中からも確実に起こる。これが2番目の爆弾です。3番目の爆弾は辺野古だ。辺野古の新基地について前知事が許可をした埋め立て許可を拒否する、その決定を小長さんは8月にやると言っています。この一つ、原発、戦後の歴史問題の修正、植民地を反省しないで治る、そして危険の道を強行しなくて言ってみましょう。私たちにとって重大な課題、これが何
彼は8月の中旬に国会を閉めて心静かにゴルフをしたかったんです。ところがこの運動はそれを許さなかった。9月の27日まで、つまり8月の間中、この国会の中でまさに開かれている中で、原発の問題と辺野古の問題と戦後70年の問題について大いに議論する。これは戦争法案と合わせて4つの爆弾を彼らが変えている。もちろん私たちが寝ていたらこの爆弾は爆発しない。しかし私たちがこの戦いを大きくすることによって、確実に安倍政権のこの4つの爆弾で安倍政権の命運を左右することができる。これが戦争法案をなくす唯一最大の道です。皆さん、じゃあ一体そのような4つの爆弾を爆発するために私たち、君たちは何をやったらいいのか、これについて話をしたい。もちろん毎週金曜日ここに来る、これは前提です。だけどこれだけでは不十分だ。大きな戦いをやるにはこれだけでは不十分だ。私は学生諸君がまず私の大学で教えていました。今夏学期の試験、あれが始まるところです。学生みんな来てるんです。そこのところでまず集会が終わったら学園に帰って、そこで一人でも多く友達を見つける。そして戦争法案がいかに悪いかということを話してここに連れてくる。そしてもっと余力があったら学習会を開いて、シンポジウムを開いて、大学の中で戦争法案と議論する。こちら無料、僕らは喜んでいきます。学者の会は伊達にあるんじゃない。そういう問題について、もし君らが本当に勉強する、多くの学生を呼びたい、少なくてもいい、だけど学者の会に声をかけてほしい。僕は救助の会もやっています。救助の会の事務局にも声をかけてほしい。みんな行きたい、みんな行きたい。そういうことで、ぜひとも学園に帰ってほしい。